僕と支援って多分女の子同士のリア友感っていうのちょっと近いのかもしれんね。なんかね、女の子みたいな旅行なんだけど中身はやっぱ男だから男っぽくなってるっていうのが それがなんかすごい心地よかったね。なんかね、支援とはちょっとやっぱちょっと似てるところもあるから疲れないっていう。まあでもスタジオにいて嬉しいのはアルさん多分ね、なんだかんだ言っておくアルランディス好きなんだと思うわフォロスタ全員楽しいけどね。みんな例えば普通にロベちゃんとか言ってもおーロベちゃん久々やなみたいな感じになるしさ、結構アップローも好きだから僕アップローいると嬉しくなっちゃうアップロー好きなんだよね僕。伊豆とか天満にあっても楽しいし。そうそう、で僕最近あのウユ来てますウユ来てますってウユとはねちょっともうちょっと仲良くなりたいね僕ね。裏でなんか友達になってもうちょっと話したいなっていうのはあるかな。ウユは